軽トラの新車みたいにやって7万キロ、なんか、必要に迫られてるみたいね。もう、サビトとこ開けてみたらわかるけど、うん、鉄板がね、5枚も6枚も、薄い鉄板が5枚も6枚もで補強してるんですよ。うわぁ、何それ、5枚も6枚もって。うん、だけど5枚6枚重ねてるんですよ。ああ、そうじゃないと持たねえわけかい。うん、構造上ね、うん、右から来たやつと、左から来たやつと、うん、ねえ、前から来たやつと、後ろから来たやつと、うん、で、それをまとめるやつでね、うん、重なってるとこは5枚ぐらい重なってるんですよ。ああ、そういうことね、はい。うん、で、構造的にね、一番水が溜まりそうなとこが重なってる。すれもできないね。サビもできないね。そうそう、だからね、やっぱね、なんだっけ、ジムニーは趣味のアクセスなんだろうけど、あの軽トラのね、アクセスはね、1ヶ月の間に、だって2000アクセスぐらいってのは、驚いたんだよ。すげえ多いんだよ。だから、鈴木アリーナも見てますよ。あの軽トラはだから、遊び車じゃなくて、あれなんだろうね。やっぱり、農耕用でさ、やっぱ、使うあれがいるんだろうね。お客さんから使う人たちのね。だって昭和村の大半がもう鈴木の、キャリーですもんね。あ、そうだよね。みんな、そこら辺、トラクターが走ってるか、軽トラが走ってるかだもんね。そう。だけ、鈴木がなんで売れるかって言ったら、四駆の切れ替えが、ハイとローがあるんですよ。ほう。ダイハツも最近、それ真似してきたけど、うん。ハイとローが切り替えがあるから、うん。やっぱり本気でね、抜かったところに入ったときは、うん、ローで出ちゃうんですよ。ああ、そうなんだ。だからそれでね、やっぱ、鈴木のシェアが多いんですよ。ああ、それであれか、やっぱり、農業用とか、工作用とか、畑で乗るやつはやっぱり、どうしても欲しいわけだよね。そう。だからね、多いよ、アクセスが。思った以上、俺、想像以上だよ。だけど、鈴木のね、構造上の問題もあるけどさ、うん、やっぱり、フレームに、各部に穴が開いてさ、うん、一番低いとこが一番重なってるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。うん、でね、その表面に、叩いても割らないような鉄板入れてるんですよ。へえ。だから、補強しとるつもりやろうけど、厄介なんですよ、そいつが。ああ、なるほど。ああ。うん。ちょっと素人さんは手出しかねちゃうわけだ。ああ。そうなんです。だからね、これ本当に錆止め、本当に新車から入れる。みんな錆で乗り換えてるんですもん。あと錆止めで6815でやれば、なんの問題もないですもん。あの軽トラだけは、自分がほら、カスタムのさ、ピックアップトラックのモディファイとは別枠で、若者がさ、軽トラいじくり回すのとは全然別の人たちのニーズ、必要な、なんつうの？需要とニーズと、軽トラの新車みたいにやって7万キロ、なんか、必要に迫られてるみたいね。もう、サビトとこ開けてみたらわかるけど、うん、鉄板がね、5枚も6枚も、薄い鉄板が5枚も6枚もで補強してるんですよ。うわぁ、何それ、5枚も6枚もって。うん、だけど5枚6枚重ねてるんですよ。ああ、そうじゃないと持たねえわけかい。うん、構造上ね、うん、右から来たやつと、左から来たやつと、うん、ねえ、前から来たやつと、後ろから来たやつと、うん、で、それをまとめるやつでね、うん、重なってるとこは5枚ぐらい重なってるんですよ。ああ、そういうことね、はい。うん、で、構造的にね、一番水が溜まりそうなとこが重なってる。すれもできないね。サビもできないね。そうからね、やっぱね、なんだっけ、ジムニーは趣味のアクセスなんだろうけど、あの軽トラのね、アクセスはね、1ヶ月の間に、だって2000アクセスぐらいってのは、驚いたんだよ。すげえ多いんだよ。だから、鈴木アリーナも見てますよ。あの軽トラはだから、遊び車じゃなくて、あれなんだろうね。やっぱり、
農耕用でさ、やっぱ、使うあれがいるんだろうね、お客さんから使う人たちのね。だって昭和村の大半がもうスズキのあのキャリーですもんね。そうだよね。みんなそれトラクターが走ってるか軽トラが走ってるかだもんね。そうだけスズキがなんで売れるかって言ったら四駆の切れ替えがハイとローがあるんですよ。おお。ダイハツも最近それ真似してきたけど、うん、ハイとローが切り替えがあるから、おお。やっぱり本気でね、抜かったところに入ったときは、うん、ローで出ちゃうんですよ。ああ、そうなんだ。だからそれでね、やっぱ、鈴木のシェアが多いんですよ。ああ、それであれか、やっぱり、うん、農業用とか、工作用とか、畑で乗るやつはやっぱり、どうしても欲しいわけだよね。そう。だからね、多いよ、アクセスが。思った以上、俺、想像以上だよ。だけど鈴木のね構造上の問題もあるけどさ、うん、やっぱりフレームに各部に穴が開いてさ、うん、一番低いとこが一番重なってるんですよ。ああなるほどなるほど、うん、でねその表面に叩いても開かないような鉄板入れてるんですよ。だから補強しとるつもりやろうけど厄介なんですよ、そいつが。ああ、なるほど。ああ。おお。ちょっと素人さんは手出しかねちゃうわけだ。ああ。そうなんです。おお。だからね、これ本当に錆止め、本当に新車から入れてる。みんな錆で乗り換えてるんですもん。おお。あと錆止めで6815でやれば、そう、ね。何の問題もないですもん。あの軽トラだけは、自分がほら、カスタムのさ、ピックアップトラックのモディファイとは別枠で、若者がさ、軽トラいじくり回すのとは全然別の人たちのニーズ、必要な、なんつうの？需要と、ニーズと、軽トラの新車みたいにやって7万キロ、なんか、必要に迫られてるみたいね。もう、サビと男開けてみたらわかるけど、うん、鉄板がね、5枚も6枚も、薄い鉄板が5枚も6枚もで補強してるんですよ。うわぁ、何それ、5枚も6枚もって。うん、だけど5枚、6枚重ねてるんですよ。ああ、そうじゃないと持たねえわけかい。うん、構造上ね、うん、右から来たやつと、左から来たやつと、うん、ねえ、前から来たやつと、後ろから来たやつと、うん、で、それをまとめるやつでね、うん、重なってるとこは5枚ぐらい重なってるんですよ。ああ、そういうことね、はい。うん。で、構造的にね、一番水が溜まりそうなとこが重なってる。すれもできないね。サビもできないね。そうだからね、やっぱね、なんだっけ、ジムニーは趣味のアクセスなんだろうけど、あの軽トラのね、アクセスはね、1ヶ月の間に、だって2000アクセスぐらいってのは、すげえ、驚いたんだよ。すげえ多いんだよ。だから、鈴木アリーナも見てますよ。あの軽トラはだから、遊び車じゃなくて、あれなんだろうね。やっぱり、農耕用でさ、やっぱ、使うあれがいるんだろうね、お客さんから。使う人たちのね。だって昭和村の大半がもうスズキのあのキャリーですもんね。そうだよね。みんなそれトラクターが走ってるか軽トラが走ってるかだもんね。そうだけスズキがなんで売れるかって言ったら四駆の切れ替えがハイとローがあるんですよ。おお。ダイハツも最近それ真似してきたけど、うん、ハイとローが切り替えがあるから、おお。やっぱり本気でね、抜かったところに入ったときは、うん、ローで出ちゃうんですよ。ああ、そうなんだ。だからそれでね、やっぱ、鈴木のシェアが多いんですよ。ああ、それであれか、やっぱり、うん、農業用とか、工作用とか、畑で乗るやつはやっぱり、どうしても欲しいわけだよね。そう。だからね、多いよ、アクセスが。思った以上、俺、想像以上だよ。だけど、鈴木のね、構造上の問題もあるけどさ、うん、やっぱりフレームに各部に穴が開いてさ、うん、一番低いとこが一番重なってるんですよ。ああ、なるほどなるほど。うん、でね、
その表面に叩いても開かないような鉄板入れてるんですよ。だから補強しとるつもりやろうけど厄介なんですよ、そいつが。ああ、なるほど。ああ。ちょっと素人さんは手出しかねちゃうわけだ。ああ、そうなんです。だからね、これ本当に錆止め、本当に新車から入れてる。みんな錆で乗り換えてるんですもん。あと錆止めで6815でやれば、なんと問題もないですもん。あの軽トラだけは、自分がほら、カスタムのさ、ピックアップトラックのモディファイとは別枠で、若者がさ、軽トラいじくり回すのとは全然別の人たちのニーズ、必要な、なんつうの？需要と、ニーズと、軽トラの新車みたいにやって7万キロ、なんか、必要に迫られてるみたいね。もう、サビとこ開けてみたらわかるけど、鉄板がね、5枚も6枚も、薄い鉄板が5枚も6枚もで補強してるんですよ。うわぁ、何それ、5枚も6枚もって。だけど5枚、6枚重ねてるんですよ。ああ、そうじゃないと持たねえわけかい。うん、構造上ね、右から来たやつと、左から来たやつと、ねえ、前から来たやつと、後ろから来たやつと、で、それをまとめるやつでね、重なってるとこは5枚ぐらい重なってるんですよ。ああ、そういうことね、で、構造的にね、一番水が溜まりそうなとこが重なってる。すれもできないね。サビもできないね。そうそう、だからね、やっぱね、なんだっけ、ジムニーは趣味のアクセスなんだろうけど、あの軽トラのね、アクセスはね、1ヶ月の間に、だって2000アクセスぐらいっていうのは、驚いたんだよ。すげえ多いんだよ。だから、鈴木アリーナも見てますよ。あの軽トラはだから、遊び車じゃなくて、あれなんだろうね。やっぱり、農耕用でさ、やっぱ、使うあれがいるんだろうね、お客さんから。使う人たちのね。だって昭和村の大半がもう鈴木の、キャリーですもんね。そうだよね。みんな、それ、トラクターが走ってるか、軽トラが走ってるかだもんね。そう。だけ、鈴木がなんで売れるかって言ったら、四駆の切り替えが、ハイとローがあるんですよ。ダイハツも最近、それ真似してきたけど、ハイとローが切り替えがあるから、やっぱり本気でね、抜かったところに入ったときは、ローで出ちゃうんですよ。そうなんだ。だからそれでね、やっぱ、鈴木のシェアが多いんですよ。それであれか、やっぱり、農業用とか、工作用とか、畑で乗るやつはやっぱりどうしても欲しいわけだよね。だからね、多いよ、アクセスが。思った以上、俺、想像以上だよ。だけど、鈴木のね、構造上の問題もあるけどさ、やっぱり、フレームに、各部に穴が開いてさ、一番低いとこが一番重なってるんですよ。なるほど、なるほど。でね、その、表面に叩いても開かないような鉄板入れてるんですよ。だから補強しとるつもりやろうけど厄介なんですよ、そいつが。なるほど。ちょっと素人さんは手出しかねちゃうわけだ。そうなんです。だからね、これ本当に錆止め、本当に新車から入れてみんな錆で乗り換えてるんですもん。あと、錆止めで6815でやれば、なんと問題もないですもん。あの軽トラだけは、自分がほら、カスタムのさ、ピックアップトラックのモディファイとは別枠で、若者がさ、軽トラいじくり回すのとは、全然別の人たちのニーズ、必要な、なんつうの？需要と、ニーズと、軽トラの新車みたいにやって7万キロ、なんか、必要に迫られてるみたいね。もう、サビとこ開けてみたらわかるけど、鉄板がね、5枚も6枚も、
薄い鉄板が5枚も6枚もで補強してるんですよ。うわー、何それ5枚も6枚もって、うん、だけど5枚6枚重ねてるんですよ。ああ、そうじゃないと持たねえわけかい。うん、構造上ね、ああ右から来たやつと左から来たやつと、ああねえ、前から来たやつと後ろから来たやつと、ああでそれをまとめるやつでね、うん、重なってるとこは5枚ぐらい重なってるんですよ。ああ、そういうことね、はい、うん、で構造的にね、一番水が溜まりそうなとこが重なってる。すれもできないね、サビもできないね、うん、だからね、やっぱね、なんだっけ、ジムニーは趣味のアクセスなんだろうけど、あの軽トラのね、アクセスはね、1ヶ月の間にだって2000アクセスぐらいってのはすごい驚いたんだよ。すげえ多いんだよ。だから鈴木アリーナも見てますよ。あの軽トラはだから遊び車じゃなくてあれなんだろうね、やっぱり農耕用でさ、やっぱ使うあれがいるんだろうね、お客さんから使う人たちのね。だって昭和村の大半がもう鈴木の、あのキャリーですもんね。ああ、そうだよね。みんなそれ、トラクターが走ってるか軽トラが走ってるかだもんね。そうだけ、鈴木がなんで売れるかって言ったら、四駆の切り替えがハイとローがあるんですよ。おお、ダイハツも最近それ真似してきたけど、おハイとローが切り替えがあるから、おやっぱり本気でね、抜かったとこに入ったときは、うん、ローで出ちゃうんですよ。ああ、そうなんだ。ああ、だからそれでね、やっぱ、鈴木のシェアが多いんですよ。ああ、それであれか、やっぱり、うん、農業用とか、ああ、工作用とか、畑で乗るやつはやっぱり、どうしても欲しいわけだよね。そう。だからね、多いよ、アクセスが。思った以上、俺、想像以上だよ。だけど鈴木のね、構造上の問題もあるけどさ、うん、やっぱりフレームに各部に穴が開いてさ、うん、一番低いとこが一番重なってるんですよ。ああ、なるほどなるほど、うん、でね、その表面に叩いても開かないような鉄板入れてるんですよ。へー、だから補強しとるつもりやろうけど厄介なんですよ、そいつが。ああ、なるほど。ああ。ちょっと素人さんは手出しかねちゃうわけだ。ああ、そうなんです。だからね、これ本当に錆止め、本当に新車から入れる。みんな錆で乗り換えてるんですもん。あと錆止めで6815でやれば、そう、ね、何の問題もないですもん。あの軽トラだけは、自分がほら、カスタムのさ、ピックアップトラックのモディファイとは別枠で、若者がさ、軽トラいじくり回すのとは全然別の人たちのニーズ、必要な、なんつうの？需要とニーズと、軽トラの新車みたいにやって7万キロ、なんか、必要に迫られてるみたいね。もう、サビとこ開けてみたらわかるけど、うん、鉄板がね、5枚も6枚も、薄い鉄板が5枚も6枚もで補強してるんですよ。うわー、何それ、5枚も6枚もって。うん、だけど5枚、6枚重ねてるんですよ。ああ、そうじゃないと持たねえわけかい。うん、構造上ね、うん、右から来たやつと、左から来たやつと、うん、ねえ、前から来たやつと、後ろから来たやつと、うん、で、それをまとめるやつでね、うん、重なってるとこは5枚ぐらい重なってるんですよ。ああ、そういうことね、はい。うん、で、構造的にね、一番水が溜まりそうなとこが重なってる。すれもできないね、サビもできないね。そうそう、だからね、やっぱね、なんだっけ、ジムニーは趣味のアクセスなんだろうけど、あの軽トラのね、アクセスはね、1ヶ月の間に、だって2000アクセスぐらいってのは、すごい驚いたんだよ。すげえ多いんだよ。だから、鈴木アリーナも見てますよ。あの軽トラはだから、遊び車じゃなくて、あれなんだろうね。やっぱり、農耕用でさ、やっぱ、使うあれがいるんだろうね、お客さんから。使う人たちのね。だ
って昭和村の大半がもうスズキのあのキャリーですもんね。ああそうだよね。みんなそれトラクターが走ってるか軽トラが走ってるかだもんね。そうだけスズキがなんで売れるかって言ったら四駆の切り替えがハイとローがあるんですよ。おお。ダイハツも最近それ真似してきたけど、うん、ハイとローが切り替えがあるから。おお。やっぱり本気でね、抜かったところに入ったときは、うん、ローで出ちゃうんですよ。ああ、そうなんだ。ああ、だからそれでね、やっぱ、鈴木のシェアが多いんですよ。ああ、それであれか、やっぱり、うん、農業用とか、ああ、工作用とか、畑で乗るやつはやっぱり、どうしても欲しいわけだよね。そう。だからね、多いよ、アクセスが。思った以上、俺、想像以上だよ。だけど、鈴木のね、構造上の問題もあるけどさ、うん、やっぱりフレームに各部に穴が開いてさ、うん、一番低いとこが一番重なってるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。うん、でね、その表面に叩いても開かないような鉄板入れてるんですよ。へえ。だから補強しとるつもりやろうけど厄介なんですよ、そいつが。ああ、なるほど。ああ。おお。ちょっと素人さんは手出しかねちゃうわけだ。ああ。そうなんです。おお。だからね、これ本当にサビ止め、本当に新車から入れる。おお。みんなサビで乗り換えてるんですもん。おお。あとサビ止めで6815でやれば、そう、ね。何の問題もないですもん。あの軽トラだけは、自分がほら、カスタムのさ、ピックアップトラックのモディファイとは別枠で、あの、はい、若者がさ、軽トラいじくり回すのとは全然別の人たちのニーズ、必要な、なんつうの？需要とニーズと、